あ、お疲れです。はい、すいません、電話いただいてたみたいで。はい、もうちょっとで東京戻ります。すいません。はい、今ですね、国道2号走ってて、で下道でちょっと行けるとこまで行って上乗って帰ろうかなっていう感じで、今下道の国道2号を走ってって、でなんか上島みたいな、上島ですみたいなのがあったんで、なんか面白そうだなと思って行ったら、なんか上島じゃなくて神って書いて河野島らしいです。はい、今河野島にいます。はい、はい、お疲れです。はいはい、いや、そうですね、今回疲れましたね、マジで。いや、今回の全国も結構なんだかんだ言って疲れましたね。まあ、いつも疲れてますけど。はい、パウルさんどうですか、調子は。はい、あー、なるほどですね。はい、今度ラーメン行きましょうよ。まあ、いつもラーメン行くって言ってますけど。はい、うん、いや、でもね、あれですよ、ほんとね、めっちゃ綺麗です。はい、ここすげえ綺麗ですね。癒されます。東京帰りたくないですもん。はい、うん、はい、まあとりあえず、今回その東京戻ったら、結構な時間東京、1ヶ月ぐらいは東京いようかなと思ってるので、今回は、うん、はい、まあ、また時間あればちょっと、はい、お話できればなと思います。今回の出版記念で回ってる全国のセミナーの部位もちょっとパウロさんにお願いしようと、まあ、前もちょっとお話ししたと思うんですけど、ちょっとお願いしようかなと思ってて、はいはい、まあ、今回ちょっとね、部位が多分めちゃめちゃあるんで、うん、まあ、そこ相談しないとダメかな。多分おそらくですね、4000本3000本になると思うんですよ、部位が。まあ結構めちゃめちゃ撮ってるんで、いろんなところ、はい、うん、だからすごいたくさんの映像になると思います。はいはい、そうですね、はい、あと、そう、僕鹿児島に言ったかな、鹿児島にそのアパート借りて、まあそのアトリエというか、うん、精神と時の部屋をちょっと用意して、そこでちょっと仕事しようかなと思ってるんですよ。うん、で今度鹿児島遊びに来てくださいよ。はいはい、うん、そうですね、東京から鹿児島までジェットスターとか使うと5000円ぐらいで来れるんで、まあ、成田空港ですけど、はい、うん、ぜひ鹿児島もすごくいいとこなんで、うん、やっぱそういうとこで動画編集とかした方が多分ね、あれ結構はかどるとは思いますけどね。うん、やっぱ東京ってゴミゴミしてるじゃないですか。うん、まあ遊ぶところいっぱいありますけど、うん、いや本当ね、こういうとこで仕事した方が僕いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、はい、わかりました、了解です。はい、じゃあまた東京戻ったら、まあ、またちょっと連絡するかもしれないんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、いつもありがとうございます。はい、ではお疲れ様です。はい、死なずに帰ります、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、では、はいはい、失礼します、お疲れ様です。